どうも、音聞こえますか？音聞こえてたら教えてください。アドです。お疲れ様です。ラジオ放送ですがお楽しみください。今からね、リスナーさんと映画効果機動隊を見に行きます。楽しみです。効果機動隊は好きな作品なんで、今回のハリウッド版期待してますよ。僕はメガネも持ったし、大丈夫だね。問題ないと。聞こえてる？ありがとう。サンキュー。手を挙げてくれた人、ありがとう。今、駅の方に向かってるところです。その前にね、ちょっとダイソー寄ろうと思ってます。よいしょ。うわ、並んでるか。おい、カビニートさん、どうも。見てない映画に期待するのは良くないことなんだけどね、本当はね。俺がね、いつも考えるのは、その1800円払って元が取れるかどうかっていうのを考える。いくらぐらいの価値があるのかっていう、その映画に対して。あ、これはプラマイゼロだなとか、あ、1800円払う価値があるなとか、いや、これはもう1万円払ってでも見るでしょう、みたいな。はい、ワド2。ネクさんワド2。カラスマルさんワド2。効果機動隊、どんな映画になるんでしょうか。面白かったら2回3回見たい映画だと嬉しいんだけどな。もうね、風立ちぬがすごい良くて3回見に行っちゃったかんね。好きなタイトルは期待しちゃうからな。あの、一番最初に出た予告編見た時もうダメだと思ったんだよ。終わったこの映画と思ったけど、続編がどんどん良くなってくるんだよね。音響もいいし、映像もいいし、キャストはビートたけしだけ不安だけど。ヨガヨガ、あの、効果機動隊ゴーストインザシェルだね。効果機動隊ハリウッド、今日スタートかな。好きなタイトルなんで、グッズとかも手に入ったら買いたいなと思ってます。ゴーストインザシェル、アニメはもう全部見たかな。何回も見てるぐらい好きな作品ですね。そうそうそう、ビートたけし出てる。今日は、なんだろう、ごめん、ラジオ配信で今コメント欄見えてないから、すまん、ちょっと拾えなかったわ。ね、ビートたけしが俺は不安材料だったの。出さなくていいと思ってたんだけど、予告編見たらね、ありだなと思ったね。一番最新の予告見たら英語で喋ってなかったの、たけしが。ありだと思った。ただね、一つ気になるのはね、あの、北野たけしっていう名前じゃなくてビートたけしで出てるから、そこはね、どういう意図なんだろうっていうのをちゃんと読み取っていかないとと思ってるね。ビートたけしは漫才やるときの名前だからね。
予告いいっすよ、最高。予告の時点ではもう100点なんだよね、俺の中で。予告は俺の中では100点。その先見てみないと分かんない。このこれが120点になるのか30点になるのか。そこはもう未知数だね。そのテレビアニメシリーズとか押井守の映画シリーズとかいろいろあるんだけど、テレビシリーズを結構影響を受けてるんだよね。原作は漫画でね、あのカルト的な人気を博した漫画なんだけど。もうね、1989年の漫画だからね。マネージやったら俺はタケシを嫌いになるの。タケシを大嫌いになります。許さないでしょ。予告見た限りタケシの演技は気にならなかったどころか、むしろ日本語使ってたのは好感持てますね。タケシ無理をさせてないっていうか。はい、ワード2。え、酷評されてんの降格。嘘。え、今日じゃないんだ。どれさんいらっしゃい。俺は1回目の予告編を見た時にはもうダメだと思ったけど、そっから先の方はすごい良かったですよ、予告編。え、今日公開じゃないんだ。俺今日公開だと思った。マジかよ。いや、ドレさん昨日の放送面白かったですよ。ヒクソンの話が本当だったのはちょっと感動しました。なんかすごい人に教わってんだなと思って、僕はちょっとすごい感動をしました。それを自分の放送のネタにしないドルさんかっこいいですよ。聞かれて初めて言う。餃子の話はするけどヒクソンの話をしないドルさんは俺は大好き。かっこいい。俺だったら一生自慢するけど。人間力高いドルさん。すごいよね、あの伝説の試合のね、交渉人だったなんてね。俺もうドストライクの世代だから、あれ見たのいくつの時だろう。俺らの中では伝説だからね、あれ。格闘技扱ったよな、あの頃。酷評されてるんだ。もう俺去年からずっとこの映画の話してたもんな。見たい見たいって。ドレさんかっこいいよね。
うん、リスナーさん2人と、リスナーさん2人と見るよ。リスナーさんと見ます。あ、じゃあ200人閲覧があるときにいいタイミングでいい振りをしたんですね、僕は。ゴレさん、ナイスアシストパスが決まったんですね。まあでもそうだよって、閲覧が多いときにいいパスだよって。え、ヒクソン何のことみたいな、かっこよかったのに。あれも演技だったか。あの入りかっこよかったのにな。俺にとっては日常だよみたいな感じが。いやー、なんかドレさん掘り下げて、なんかドレさん対談やりたいな。ドレさんを掘り下げてみようっていう番組絶対必要だよね。シェルタイトルは見に行っちゃいますね。今ねレンタル300円とかでね YouTube で見れるからね。
レンタルビデオ屋行く必要がない。映画とかでパンフレットみんな買う？俺生まれから買ったことないんだよね。パンフレット高いよね。何回もやってる？対談？もう練習の話ばっかりになっちゃってるからあれなんじゃないですか、しっぽり普通のトークが見たい感じなんじゃないですか。レクス、ごめん遅れる。電波悪いのかな。やべえな、間に合うかな。了解で。高架機動隊っすね。Thank you.
で誰も。ねえ、問題なくこれ通だよね。心理の扉開けたんだけど、すごいことに気がついたんだけど、日本人は女子高生が好きなんじゃないわ。俺気づいたわ、電車に乗って行ってたりさ、みんなね若い女が好きとか、ね、女子高生が好きって思ってたけど違うわ。女子高生にもブスいっぱいいるわ。可愛い子が好きなだけだよ多分。可愛い女子高生とか可愛くて若い女が好きなんだけど、若くてもブスいっぱいいるわ。真理の扉開けたな俺。いやそういうことでしょ。女子高生見たけどブスばっかりだったよ。そういうことでしょ。なんかなんで若い人好きなの男の人ってって言うけど違うよ、美人が好きなだけなんだよ。女子高生にもブスいっぱいいるわ。おいおい、どうするんですね。僕はあの障害者手帳を持ってるんで、あのただなんですよ都営線。だから都営線系男子なんですよ僕。 JR あんま乗らないんですよ。都営線とバス、都営バスを駆使してどこでも行けちゃうんです。都営大江戸線系男子だから。大江戸線のあの都庁前の乗り換えだけは本当やめてほしいよな。どんなブスでもいいんだ。でもさ、可愛い子が好きなのって若いうちだけだよね。あと俺ね、でもね最近気づいたんだけど、俺ね綺麗な人苦手だったの、可愛い人とか。なんでかっていうと性格悪いって親に教わってたから。美人は性格悪いとか可愛い子は性格悪いからって教わってたんだけど、俺気がついた。あのね、顔が整ってる女の方が性格いいよ。これマジ豆だから本当に。これも真理の扉だから、うん、いやそうでもなかったね。これ本当なんだよ。可愛い子って性格も可愛いんだよ。話をしてるんだ。よっしゃ、とりあえず新宿着いたわ。とりあえず新宿着いたね。なんかいいでしょこの配信。ポッドキャストみたいで。ポッドキャストやったことないけど、これすごい楽なんだよ。ヘッドホンつけてるだけで、なんか電話してる風に見えるじゃん周りからしたら。ジロジロ見られないし、あなんかあの人誰かと通話してるなっていう感じがすごくやりやすい、うん、配信スイッチを切ってね、なんかこうリラックスしてできるから。ドルさんの悪口言おうぜ。ドルさんの悪口言おうぜ。今聞こえないって。ドルさんの悪口言い放題じゃん。ラッキー、うぃー。
ドレさんの悪口言い放題だよ今。コメントで書くとバレちゃうけどね、うん、やったぜ、チャンスだよチャンス。なんで聞こえないんだろうドレさんだけ。うわゴーストインザシェルのポスターだ。ええマジか、キャスト見たらあれじゃん、斎藤とかいいんじゃん。サマーだよ。なんでドルさんだけダメなんだろうね。なんなんだろう。みんな聞こえてるっしょ。今あのアルタ前に着きました。アルタ前でいいす。外れサーバー引いたか。うわアルタ前人多いな。さすがアルタ前。今日何曜日だっけ。すっげえ人だなおい。うわすごい。2度目すげえ人だな、疲れるわ。着いた。あ今大丈夫、ありがとう。ことかね、うん、通話とかでしか絡んだことないからね、会ったことないから分かんないな。ことかはね、なんかね、もうなんつうんだろう、ことかに俺は恋愛感情は湧かない。ほとかにはね恋愛感情わかんなくて、なんかね妹にこんな妹いたら絶対可愛がるだろうなって感じだね。なんか正直言うとね、あのなんか多分チンコ立たない系女子なんだよ俺の中では。ほとかはだからほとかとセックスしたいとかパコりたいとか彼女にしたいとか一切なくて、うん、妹だったら楽しそうだよ。とかはなんか家族にいたら可愛がり。お、たくみさんと合流した。じゃあもうすぐで放送終わりだね。俺今あの交差点だから歌舞伎町の前の。ちょっと待ってて。間に合うかな。今何分だ。うん。いや、ことか性格悪くないと思うよ。なんか勝手になんか俺がことかの悪口言ってるみたいな感じでやめてほしいんだけど。ことかは恋愛対象にならない。いや僕やれないっすね、タイプじゃないっすね全然。配信者でグッとくるの誰だろうな。スライムボディ、そうだよ。キングスライム匠。キングスライムどこだ。あと何分だ、大丈夫かな。ポップコーンとか買う時間ある。ポップコーン。あ、ゴジラが吠えた。あ、この時間ゴジラだ。お、すげえすげえ。音楽流れてるよ。すげえ、こんな演出あるんだ夕方。すげえ、ゴジラが光った。聞こえてる？光った光ったゴジラ。こんな演出あるんだ。テレテレテテレテテレテ。うわ人すげえわ。歌舞伎町盛り返してんな人。やば。あれ聞こえなくなった。電波取られたか。あ、電波取られたか。じゃあ行きます。お疲れ様です。みんな久しぶり。髪伸びたな。ありがとうございます。
います。あ、思ったよりちっちゃいか。小さいです。たくみさんとレクチと合流したんで、じゃあまた会いましょう。やべ、あと9分じゃん。あ、まあ大丈夫ですよ。大丈夫、本ちゃんまだ。そうだよね、予告があるから、はい、かっこよかったよ、ツイッター見たけど、バウンド。じゃあみんなお疲れ様です。あとで明日か今日の夜レビューします。オツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。